こんにちは。FF14 ソロプレイ中のミンです。今日はパッチ 6.3 でコンテンツサポーター対応になった和科学研究所に行ってみたいと思います。では、まずコンテンツサポーターの和科学研究所。ここをタンクがナイトの私ミンと、これは久々にあれじゃない？名もない人たち、幻術師の人と、呪術師、黒魔道士の人と、槍の人で、やりたいと思います。思い返したら、蒼天決戦だから、これが蒼天の 5.0 のラスト ID みたいな感じだったんですね。この後がおじいちゃん。っていう流れだったんだ。1ボス、2ボス、3ボスとか全くどんな感じか忘れましたけどね。しかもさ、和科学研究所ハードがあってさ、ハードで、イクサル族は実はここで作られた種族だったみたいなことが分かって、それも結構衝撃だった。はい、そしてなんか食べとかないと。腹痛にしとくか、タンクだから。まあ何でもいいんだけど。じゃあ行きまーす。やけにあちこち光ってるな。もうすでにこの BGM なんだね。なんか2回目っていうか、まあ何回かやってるはずなんだけど、改めてやってみると、なんかその 3D 小説を、 3D 映画を犯人分かった状態でもう一回見る的な楽しみ、新たな発見があって面白いなって。もうすでにこのボスの、蒼天のボスの BGM のアレンジバージョンだったの、ここは。パラガンワークハント、これもなんとなくイクサル族に似てるよね。2回目の楽しみも面白いですな。こういう伏線だったんだみたいなね。まだ今行列進行中で、全部のストーリーは見てないんですけど、結構伏線張られてるとこありますよね。この辺からでもすでに、おそらく。帝国と組んでるんだっけ。ここはおじいちゃんだから神殿騎士だもんね。なんでこんな戸籍が出てるんだっけ、忘れたわ。もうなんか帝国のあれっぽいよね。あ、やばい、いっぱい出てきてる。なんか帝国っぽい感じ。動けない、なんか動けない状態だったらしい。こっちかな。あ、もうすでに1ボス。いや絶対帝国でしょこれ。ほらヴァンガードとか言ってるから。え、なんで帝国なんだっけ。おじいちゃん、おじいちゃんの認識なんだけど、この奥にいるのは。また忘れてしまった。
どさ、自分のが勉強するためにもさ、ちょっとストーリーまとめみたいな動画も作ってみたいです。絶対理解しきれてないんですよね、多分。こうノートでアウトプットすることによって自分でもわかるかもしれないし。え、一ボスじゃなかった今。なんか言ってる。レブラワンフィール、うん、え、あ、この人。めっちゃ喋るじゃん。まあいいや、なんかもうカバーとかめんどくさいし、なんかもうすぐそんな窮地に陥るとかしかないとかないし。ナイトってさ、ピョンってワープできるのなくない？他のタンクはあるような気するんだけど。どっちですか？いや、ここ宝箱ないから、あのさ、普通のとこだったらさ、宝箱あるところが出口じゃない？ここ宝箱ないからわかんないよね。こっちで合ってる？合ってるらしい。よかった。そう、ここは宝箱がないから周りを見渡す必要なし。バイオ、あ、なんか外側のカプセルから何かがいっぱい出てきてそうな予感。ほら、めんどくさいからみんなこっちにしてくれ。なんか目がいっぱい来た。大丈夫なんかこれは。大変なことになっている。順調に倒せている。またどっちから来たのか分からなくなってしまった多分こっちだな。よし、合っている。また出てくる。さっきとはちょっと違う。今度は少数精鋭って感じ。
カーでもいっぱい出てきたもんさ。ほら来たー、やばーい、いっぱい来たー。ねえ、前こんなんあったっけ。記憶いないんだけど、こんなに囲まれた。私が記憶を失ってるだけかな。もう避けるのめんどくさいんですけど。よし、え、おそらくこっちでいいはず。お、春巻きす。先生の日。あ、あの人やん。よく、カラグのとこにいる人やん。はい、コブラ。はい、まだ。やったー、評価終了。順調。コンポタ強いね。超高級、いっぱい敵が出てくる系。なんかこれを言うなると絶対敵が出てきそうな気がするけど、今回は出てこないのか。あ、出てきて、これ。なんか逃げるとはしょうがない。いや、もう。え、これは早めに一個一個やっつけた方がいいね。よーし、こっちか。三頭身勢力。そうか、この後三頭身、まだ、普通にメインストーリー進めてたら、ここではまだ三頭身出てきてないんだもんね。なんかここもアラグっぽいね。あれ、バハみたいなね。ラグでしょこれ、絶対この感じは。これは絶対。また昇降機。たん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 。
ちゃ、また来た。多少こうターミナルか。あ、みんななんかさ乗らないよね。保険者招待もコンポタもエレベーターには乗れないんだよね。ついに？なんだっけ、ここに出てくる人。オリジナル？それもよく分かってないんだけどさ。え？なんかみんな逃げてる。あこの人たちもロジアークのテンパートってことだもんね。これどうすればいいの？なんかみんなこっち来てます。出れたんだろうか。この青いのは通信がとかじゃないのかな。これなんだっけ、ファイヤーに解除か。青いのは自分を中心として範囲攻撃が来て、青は自分の、あの青の中心だけが安全。中心付近だけ。絶対これもさ、今回新しくなってるユニークだよね。お、そしてやっつけたのかい？やばい。合体した？アシエンプライム？Thank you.
私に。すればいいのかな。だからここですか。あ、わかった。そしてこの中心なんでしょう。めっちゃついた。え、どうすればいい？これ。どういうこと？どうすればいい？なんとかなった。鎖は、え？何があったんだろう。あ、めっちゃダメージ。あとは払うか。では、何あれがまずいんじゃないの。大丈夫ですか。なんとかなったらしい。炎が来た。炎が、今まではこっちからなんだ。あー、逃げてー、死んじゃう。あ、あ、よかった、クリアしたのか。ストーリー忘れてたけど、こんなんだったんだって新鮮に思えるほど忘れてました。再度やってみてよかったです。やったー、クリアー。はい、では脱出しまーす。